アシュランドはアメリカ海軍のドック型揚陸艦。ホイトビー・アイランド級ドック型揚陸艦の8番艦。艦名はケンタッキー州レキシントンのヘンリー・クレイが少年時代を過ごした邸宅にちなんで命名された。その名を持つ艦としては2隻目である。アシュランドは1988年4月4日にルイジアナ州ニューオーリンズのエイボンデイル造船所で寄港され、 1989年11月11日に、キャサリーン・フォーリー夫人によって、命名、浸水した。1992年5月9日に収益する。2005年8月19日、ヨルダンの赤羽港に停泊中、アシュランドとキアサージは3発のカチューシャロケットの攻撃を受ける。間に被害はなかったが、1発のロケットによって1名のヨルダン兵が死亡し、 もう一発が近くのドックに当たり別の兵士が負傷した。三発目はイスラエルのエーラート空港のタクシーに当たったが爆発しなかった。その後アルカーイダに関連するアブドラール・アズツアム旅団による犯行声明が行われた。2013年8月23日より東急ガに変わり佐世保基地に配備された。ありがとうございます。